ペン EP1 ペン EP1 はオリンパスのミラーレス式一眼デジタルカメラである。オリンパスで初めてマイクロフォーサーズシステムを採用した機種であり、同社のペンシリーズのデジタルカメラ版の第1号機となる。2009年7月3日発売。2009年6月16日に製品発表が行われ、7月3日発売予定と発表された。 なお、2009年5月の決算説明会において6月15日に製品発表を行うと説明されていたことが音声ファイルの公開によって明らかになっていたが、15日には翌日に発表を行う胸の広報のみがなされた。オリンパス発のマイクロフォーサーズ機であり、ボディ内手ブレ補正及びダストリダクションシステムを採用しながらレンズ交換式デジタルカメラとしては、 世界最小、最軽量を誇る。ただし、ファインダーおよびフラッシュは内蔵せず、外付けの専用品が用意されている。また、マイクロフォーサーズシステムには、レフミラーが存在しないので、この機種は厳密な意味では一眼レフカメラではない。このため、オリンパスでは、マイクロ一眼カメラと称している。この設計思想が高く評価され、カメラグランプリ2010。 大賞及びあなたが選ぶベストカメラ大賞を受賞した。名称のペンは2009年で発売50周年を迎えたペンシリーズにちなむものでコンパクトな規格を採用した小型カメラという共通性を有することから名付けられた。デザイン的にもボディ上部などにペン F との共通性が見られる。ハイビジョン 720P の動画モードを搭載し、 デジタル水準機も備えている。画像処理には新開発の画像処理エンジントゥルーピック V を採用しアートフィルター機能も備えている。また記録媒体としてはオリンパスが長年採用してきた XD ピクチャーカードに変えて SD、SDHC メモリーカードを採用している。ボディカラーはシルバーとホワイトの2色が用意されておりグリップ部はシルバーモデルが ブラック、ホワイトモデルがベージュとされている。オリンパスからは、マイクロフォーサーズシステムのレンズとして、標準ズームレンズの M 遂行デジタル ED14 から 42mm、F3.5 から5.6、パンケーキレンズの M 遂行デジタル 17mm、F2.8 が、同時発表されている。標準ズームレンズは、シルバーとブラックの2色がラインナップされる。 すでに発売されているパナソニック製のマイクロフォーサーズ規格の交換レンズも当然使用可能である。さらにオリンパスからフォーサーズおよび OM システムのレンズを利用可能とするアダプタが発売され特にフォーサーズについてはすべてのレンズで AF が使用可能である。またフランジバックが短いというマイクロフォーサーズシステムの利点を活かして 他社からも多様なマウントアダプタが発売されている。なお EP1 という型番は発売前のオリンパス e 3に与えられていたコードネームでもある。ありがとうございます。